はい、こんにちは。今日は岡山県の倉敷市児島に来てます。何しに来たかというと、ピュアブルジャパン岩谷社長に会いに来ました。ありがとうございます。すいません、構想もう間もなく2年。そうですね、それぐらい経ちますね。最初からだとセカンドサンプル何かというとですね、これ僕みたいな体型のまあまあぽちゃって言ったらいいのか、まあ太った人向けのですね、はい、ジーンズを作ってもらってるんです。で、実はファーストサンプルがもう1年ぐらい僕履いてますかね、ずっと履いて、今セカンドサンプルが上がったということでですね、今日来たんですけれども、ただサイズをでっかくしただけじゃないっていうことで、ちょっとね、ポチャ専用ジーンズは何が違うか、はい、岩谷さんに教えてもらいたい。はい、わかりました。はい。まあ、一般的に例えばこう少しまあ体型がぽっちゃりされた方だと、比較的まあゆったりしたものだったりとか、あとまあ少しワイドなものを選ばれる方が多いと思うんですけど、うん、そうするとそのウエストが大きくなると当然お尻も大きくなって、はい、足も太くなって、はい、当然裾幅も広くなるわけですよね。そうですね。だけどじゃあ、ウエストが大きいからといってすごいじゃあ靴が35センチなわけなくて、もうそんないっす。当然足首も細いんですよね。はい、はい、でそういうのもあって、比較的そのポチャではあるけども、履いた時に少しでもちょっと細く見えるような形ができないかなと。ほうほうほう、綺麗になるんですね。そうですね、はい。おで今までだとどうしてもこうウエストに合わすと大きすぎる、はい、細いものを選ぶとちょっときつくて履けない、はい、その2つを足して、まあ、割って上手にできたかなっていうのが、まあ、今回のサンプルになってますね。で具体的には、はい、このジーンズ、まあ、レギュラーで出しているピュアブルジャパンの定番と何が一番違いますか、はい、シルエットでいうと。うち の, そのピュアブルジャパンのジーンズっていうのは比較的細めのものが多いんですけども、はい、ベースとしてはその細めのものをウエストをただ大きくしたっていう感じになってまして、はい、一般的にさっきあの松島さんがおっしゃってたちょっとヴィンテージジーンズだとウエストが大きくて、まあ、お尻ヒップと言われるこの辺りが極端にこう丸くなってるような形が多くて、比較的この辺りにゆとりがあるんですね。ただまあそれがそのヴィンテージと呼ばれるものの売りの一つではあるんですけども、で今回まあその僕たちが作っているのはあのウエストは大きめだけどお尻が小さめっていうことをまあコンセプトとしてやってまして、あのお尻が小さいジーンズを履かれるとあの実際よりも体が細く見える傾向にあります。そういうもんなんですか。そうか、ウエストデカめのお尻小さめ、はい、これポイントだそうです。例えばその女性もののワイドパンツとかってあるじゃないですか、あれは足が太いけどお尻って結構みんなピタッとしてると思うんですよ。はいはいはい、はい、あそこでそのお尻まで余裕があると全体的にちょっと体が大きく見えちゃうので、多分あれはそういう意図があってああいう風に作られてるんだと思います。じゃあ女性のデニムなんかで使ってる手法をポチャにも応用してるっていう、そういう感じなんですね、はい、これ股上なんかはすごい俺は深くて楽な感じがしてたんですけど、はいはいはい、実際深いです、深めですよねこれ。ただまあその、まあ、日本人の場合だと大体32インチから34インチぐらいの方がまあ多いんですけど、はい、これもインチで言うとそれを 10インチぐらい大きく、42とか44とか45ぐらいですね。45ある、はい、はい、45インチですよ。出ますので、自然とバランスで長く、うん、あえて長くしてるわけじゃなくて、はいはい、そのウエストに対してのバランスで長くなってる。ほう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 。ただヴィンテージだともっとこうなると思います。あ、そうですか、はい。これ生地はファーストサンプルの時とちょっと変わってますよね。そうですね、あえてピュアブルージャパンらしい生地に変えたって言ったらいいんですかね。これはもう僕たちが通常レギュラーのジーンズとして使ってる全く同じ生地ですね。はいはい、14オンス、はい、でも14オンスの割には結構ごっついというか、表面のこのなんていうんですかね、ムライトのザラ感っていうんですかね、はい、そのせいなのか
もうちょっと腰がある感じがしますが、あの音数ってまあその当然厚みで表現される方が多いんですけど、実際にも音数っていうのは重さなので、はいはいはい、あの例えばふっくらしてても軽ければ音数はライト音数になりますし、あ、そうかそうか、薄くても高密度であれば音数は高くなるんですね。だからこれは14音数って言葉では言ってますけど、はい、僕のイメージする14音数より、はいはい、がっしり感じるのはそれも、糸の、表の縦糸の形状がちょっとデコボコしてるので、それでこう触った感じに少し分厚く厚みがあるように感じるんだと思います。ほう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 。だそれと重さはまた別の話なので、はいはいはい、はい、で色もちょっともう少し黒っぽくしたそうですね、はいはい、っていうのが今回ですよね。縫製の色なんかもこれは縫製紙も随分種類使ってますよね。基本的にはもう表に見えるとかも黄色とオレンジなんですけど、はいはい、そのオレンジの中でもまあ番手が太さが違うものを何種類か。ここはちょっとやっぱ太いし、そうですね。そうですね。ここも太いのか。そうです、ね。ここが一番太くて、その次かな。ここと、あ、ここですね。ここが、はいはいはい、同じ一番太いやつで。ちょっとこれは僕からのオーダーだったんですけれども、通常のピュアブルージャパンのこのロゴマークというか、はい、刺繍がもうワンポイントが入ってるんだけど、これいつも白なんですよね。そうですね。それをちょっと通常ラインとは違うポチャ仕様で水色に変えてもらってるっていう、はいはい、あとは今これサンプルなんでまだついてないんですけど、実はここにあるあのラベルの人がこれ藍染めをしてる、そうですね、イメージですね、イメージのイラストというか図案がピュアブルジャパンの定番なんですけれども、この人の体型を少し太らせてるんですよね。そうです、あの松島さんがやってるように少しあのハットかぶって、メガネかけて、ちょっとぽっちゃりしてジーンズもちょっと太めにして今作ってますというのがまだここに今度ラベルが出来上がるということになるんで、あのそれは楽しみですよ。これ鹿革ですか？そうですね。鹿革のラベルをつけて。ちょっと一回じゃあシルエット、今説明、言葉だけじゃわからないっていう人のためにちょっと履いてみます。こちらを。実際、さっきのジーンズを試着してみましたという絵なんですが、どうですか？このドレープ感。でもね、ポケットに物いっぱい入れる人なんで、はいはい、今前で入ってるんですけど、はい、なんかそれも、ここだけ真っ白になるんですよ。パツパツの状態になると、はいはい。でもこのぐらいだと余裕がかなり、今ね、こうやって手で押さえてるんですけど、こう外すとちょっと危険な状態なんですね。はい、そのぐらい、げんこつ2個は入ります。でこれがさっきあの伝えたように、ウエストは大きいけど、ここが比較的ゆとりが少ない。ははは。それが体がまあ少しでも細く見えるっていう感じですね。はいはいはい、で、普段だとこれを、ちょっと今、普段使ってるこれ僕のベルトなんですけど、ベルトでギュッとかなりギュウギュウに絞っちゃってます。このぐらいまで絞っちゃうんですよ、はい、で少しルーズな股上ギュッと上げすぎないでいってるんで、こんな感じになります。後ろもかなりこれだと余裕、ドレープありますよね。余裕があるかな。そうですね、なので横も置いてみるとすっごい太さを感じると思うんですけど、僕の体にするとそんなにバカでかいジーンズに見えどうなんだろう。映像的に見えてますか？見えてないです。すっきりしてます。すっきり見えるんですよね、はい、これ僕が持つと大きさ分かりにくいんで、岩井さん持つと結構な感じ、ね、でかいんですよ。でかくて短い。でかくて短い。これレングスも結構短めですもんね。そうですね。インチで言うとまあ比較的まあ30インチないぐらい。ないぐらいでしょう、はい。で僕それ2ロールアップしてるんですけど、これね、言い訳とすると股下はそんなに長く取ってないんですけれども、はい、あのここかなり余裕あるんで。はい、みちみちに上げてないんで、でも股上は深いんで、ウエストの位置的にはこう腰巻きっていうほど落としてないかなとは思うんですよね。このでかさですからね、これ
すごいですよね、こうやって。そうです、見るパンツだけ見ると、ね、なかなか、ね、自分のサイズとは思えないなっていうぐらい。ここまででかいジーパン作ると生地ってどうなんですか。ちょっとやってみます。使う生地が多いんですか。一般的には38インチ以上ぐらいだと、はい、使う生地が少し増えるんですね。でこう例えば、まあ、これ松島さんの作ったパターンなんですけど、はい、あ、これ実際に使う生地ですか。はいはい、で例えばこう、はい、まあ、耳を使うので、パターンをまあこう端っこに置いて、でこっちもこう例えば端っこに置くんですけど、はい、普通のサイズだとここをこう合わせて、ええ、まあ、縫い合わせるので、ええ、右と左で同じ箇所で取りたいんですね。はいはいはい、はい、でこう同じとこで取るっていうのがまあやり方なんですけど、ええ、ここをつけるとちょっと生地が足りない、はい、この狭幅の生地だと足りなくなっちゃうんで、はい、ただまあこう結局ずらすので、はい、ずらした分だけその少し生地が本来ならいっぱい分です。うんうんうん、だけどレングスがそれをカバーしてくれてると。あ、レングスが短いから、はい、じゃあ結局あまり普通のジーンズ作るのと一緒です。34インチとあんまり変わらないという。変わらないですね。すごいですねこれは。ポケットなんかもやっぱサイズにはちょっと大きめですか。そうですね、うちはそのウエストに対してポケットを少しも数ミリずつ大きくしてるので、うん、はいはいはい、32インチとか4インチとか比べると少し大きいですね。これ自分で言うのもなんですけど、なかなかいないと思います。僕ほどのサイズですか。ええ、どうなんだろう。この間でも先週ですかね、イベントあった時に、はい、同じようなお悩みの方数名いました。来られました。あ、もうね、そういう方、超少数派の人たち向けなんで、はい、かなりの限定数絞られると思いますが、いや、でもね、僕でも結構いると思います。マジですか。はい、でもね、逆に言うとその人たちはもうずっと履いてって履いていくじゃないですか、はい、したら多分これを何回も履きたくなるんで、はい、リピーター属性ですね。リピーターかまとめて最初から買っとくかどちらでしょうね。それもいいですね。実際ねこれ長く履き込んで、僕まだこの途中なんですけど、はい、こちらの生地履き込んでいくと、そう、これ縦糸と同じ、これ7年あるとここまで行くんです、はいはい、でも結構タイトに入ってますよね。そうですね、これはね、はい、この色落ちまでこ持ってきたいですね。あ、後ろもすごい、はい、すごい色落ち、いい感じで綺麗になってるんだ。そこまで持っていけたら良いな、これ。でもこのシルエット僕むちゃくちゃ気に入ってるの、これ。全国のポチャの皆さん、こいつ間もなくですからね、もう少しお待ちください。間もなく製品化されますんでよろしくお願いします。そう、これはすごいな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。